35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編実践編にオートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆さんにチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしていますが、11月12月は実践編オートキャドということで、あったご質問を一問一答で動画にしてお届けをしています。こんなご質問がありました。外部参照しているファイルが表示されなくなったあります。よくあるのはですね、表示されなくなったのは、フォルダー構成が変わった時ですね。相対パスなんですけれど、フォルダーがうまくリンクされてない場合は、当然ファイル、保存先がわからなくなってパスが切れてしまいますので、そういった場合は外部参照をクリックしていただいて、再度ですね、パスをつなぎ直してくださいというところになります。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。